はい、こんにちは、人材育成コーチの白坂慎太郎です。今日はやる気を引き出すコーチング法の4回目ということでお話をしていきたいと思います。今日は思考行動結果というこのシンプルな一つの流れについてお話をします。同じ考え方で同じ行動を続ければ同じ結果を得ると、当たり前のことなんですね。同じ考え方で同じ行動を続けながら違う結果は得られないということです。なので今までの結果に満足しているのであればそれはいいと思うんですね。何も言うことはありません。ただしもし過去もしくは現在の結果を変えたいのであれば、考え方を変えるか行動を変えるか、もしくは考え方と行動両方を変えない限り違う結果は得られないということです。まずこれが最初の前提になります。次、2番目ですけれども、この順番はワープはできないんですね。飛ばすことはできません。つまり思考結果っていうのもありえないんです。ここをワープさせるということはできません。なので必ず考え方があって行動があって結果があるという順番であるということを、覚えておいてください。では具体的にいきます。もし結果を変えたいと、過去現在得てきた結果を、1年後10年後は変えたいということであれば、まず1番目は考え方を変える必要があります。まあ、夢を描くとか明確な目標を設定するとかですね、そういったことになると思うんですけれども、自分に、無限のお金がもしあったと仮定したならば、今日1日24時間を理想の1日として過ごすとしたらどういうふうになるだろうというふうに考えるわけですね。で、理想の夢を、描くと。で、これ必ず描くのと描かないのでは人生に対するインパクトが全く違ってきます。言い換えると、例えば設計図ですね、人生の設計図、家だったら例えばどれぐらいの広さの家にするかとか、庭と建物の面積の割合どうするかとか、1階建て2階建て3階建てはどうするかとか、もしくはその鉄筋なのか木造なのかとかですね、設計図です。なので設計図がなくて家を建て始めたら、当然自分が期待できている家は建たないですね。立ち終わった後に、こんな家期待してなかったのにっていうのは当然起きます。人生に対しても同じです。なので、理想の1日もしくは夢、10年後の夢といった自分の人生の設計図を描くというのが1番目です。ただし気をつけていただきたいのは、例えば引き寄せの法則っていう言葉がありますけど、何かこれだけをやってたら望む結果が得られるっていうふうに、勘違いしてしまっている人もいます。残念ながらありえません。物っていうのは引き寄せられるんじゃないんですね。自分の目の前にあるものを認識できるようになるっていうことなので、見えるようにはなりますけど、それはどっか、例えば鉛筆とかが自分の元にブーってこうと、引き寄せてくるわけではないです。なのでこの自分のご自身の夢とか明確な目標を設定したら、次は2番目としてそれを現実化、形にするために行動が必要になります。なのでちゃんと夢を描いている、もしくは目標を設定しているのになかなかっていう場合は、行動量が足りないか、それを実現させるためにまだ時間が足りてないのかっていうふうに考えていただければいいんじゃないかなと思います。なので思考行動結果っていうのは、時間の割合としてはですね、思考行動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 結果ぐらいの感じです。で、ここがものすごくどれぐらい時間がかかるのかっていうのは、実際やりながら分かりませんし、行動の絶対量っていうのもあらかじめ分からないんですね。なのでもう途中で成果が目に見えないとやめてしまう、諦めてしまうっていうことがあります。もしくは実はこれを実現させるために取ってるのとは違う行動ですね、これとこれが関係ない行動を取ってしまっている場合もあると思うんですけれども、いずれにしても一番大事なものはこの3つの中で言ったらこの行動というふうに言えるかもしれません。なので1番目としては夢を描く、もしくは明確な数値とかを入れた明確な目標を設定する、期限を設定するとかですね。そして2番目はそれに必要なですね、これを実現させるために必要な行動を取り続けていく。で、これが一番大変です。時間もかかります。行動の絶対量も必要でしょう。ただし思考を変えて、考え方を変えて、行動が十分な、これを現実化させるために十分な行動をしたならば、初めて結果っていうのは変わってきますよ。つまり
思考は現実化するということになります。ですので、この話を聞いていただいた方の参考になるとしたらですね、まず思考行動結果っていう順番で、いつも物事を考えていただろうかということが一つですね。で、二つ目はこの行動っていうのの絶対量っていうのが足りてるかどうかということを考えていただければと思います。結論になりますが、同じ考え方で同じ行動を取り続ければ同じ結果しか得られません。変えたいのであれば考え方を変えるか行動を変えるか、もしくは両方を変えるか、そして最後にこの行動というのは正直かなりの行動量、そして必要な時間というのがかかるので、あとはそこにかかっているということですね。で、これが全てパズルのピースのように揃った場合にあなたの夢は実現するというふうに考えていただければいいと思います。はい、それでは今回のお話はここまでにしたいと思います。ご清聴ありがとうございました。